どうも、ホバーンです。そうしましたら今日もね、砂浜のメンテナンスの方をやっていきます。この辺りが、一番砂がね、多いところです。こっちの方に大きい川があるんで、その流れ込みの砂がね、この辺に堆積しています。で、向こうの方、左の方ですね、浜掛けが著しいところにずっと、メンテナンスしてきたところのね、一番上の表層部に、植生を生やすために、うっすらとね、あと、見栄えも重視して砂をね、巻きます。今日はそういう仕上げの作業を行っていきます。まずは、手押し車で、砂をね、あんまり取ったらダメですね。砂はやっぱ貴重なんでね、この辺の砂を向こうへ持っていくという作業から始めたいと思います。それでは作業開始。はい、どうもです。ちょっと解説いたします。とりあえずあそこのか、ステップのところまでできましたね。こっちの方から起点に、整地ができまして、であとはね、もう、ほぼこのままでいいかなといったところですね。で、夏場にかけて、植生が戻ってきてくれればなと。ちょっともうちょっとここ砂がいるかな。で、もしくは、ブラッシングですね。ブラッシングで、石を買い出して砂にするという、ちょっとこの辺まだもうちょっと、調整がいるかなといったところですけども、ここから、さっき手こずってたところは、大体できたかなといったところですね。あと、ここにね、かつて大きな、高さ20メートルぐらいの木があったんですけども、残念ながら、無許可の伐採によって、倒されてしまいまして、で、このひこばえで、頑張ってくれてます。で、このね、墨汁が塗ってあるこの株、これね、全然違う木なんですよ。でもちょっとまだ生きてるんで、こいつに、悪さしないように、もうちょっとのところで、
っと根元から切っておこうというふうに思います。そのためにちょっとツルハシでね、カットできないか試したんですけど、生きてましたね、これね。この木はしぶといやつですね。であとはここにあった大きな切り株はもうこれ切り株の残骸なんですけども、ツルハシでほぼ、粉砕できましたね。で、この切り株どけんのと、あとはこっちの方、砂の散布ができましたね。で、ちょっとずつですけどこういうイネ科の植物が向こうの方へ、ね、進出していってくれればなというふうに思います。あとは、次のステップとしては、このステップ次のステップでステップのステップじゃないや、このステップから南側ですね、これね優先順位下げたんですけども、やっぱり浜掛けのシーズンにこのね、せっかく、のり面に充填した有機物が、水位が上がってきたことによって、流出してしまったら元も子もないんで、ちょっとねもうちょっと様子見ようかなというふうに思ってます。でもそうすると結局はこっちのように、石段が必要になるんで、ちょっとそこはねあんまり石段ばっかりというのもちょっと考えもんなんで、あと石もあんまないんで、ちょっとね、考え中ですね。ちょっとだけ様子を見たらどんな感じかというと、やっぱりまだ植生は根付いてないですね。1シーズン経ってないんでね。はい、というわけで、あとはねもうここでここだけです。こっちはもう、あらかたできたかなといったところですね。あとはもうちょっとあの時間が経てばあの、ペシャンって沈下してくる可能性があるんで、1年後ぐらいにまた水草と落ち葉で、補充してやってね、有機物を補充してやって、で、このへ、まあ、おそらくへこむと思います、数センチで、そのへこんだ分はまた、水草と落ち葉でね継ぎ足していければなというふうに思います。まあでもねこんだけやっとけば浜掛けしないだろうと言ったところではありますけれどもね、浜掛けしないだろう、こんだけやっとくわというところです。本日以上です。ではでは。